エキサイターはカナダ出身のヘビメタルバンド。同国を代表するスピードメタルの元祖的グループとして知られる。2014年、約30年ぶりにオリジナルラインナップが復活した。1978年、首都オタワでダンビー・ラー、ジョン・ビッチ、アラン・ジョンソンによるトリオ編成のロックバンド、ヘル・レザーを結成。1980年にエキサイターへの売り込みに成功し、 1983年に、ファーストアルバム、ヘビーメタルマニアックでデビュー。その後、メガホースレコード、コンバットレコード、ミュージック・フォー・ネーションズといった進行レーベルを、アルバムごとに渡り歩き、ギリギリの状態で実績を積んでいく。1985年、EP、フィール・ザ・ナイフの発表を最後に、ジョンが脱退。翌年、新メンバーが加入して、ホースアルバム、 アンベイリング・ザ・ウィケットをリリース。イタリア・トラダーテ公演1988年、ボーカル兼任していたダンは、ドラム1本に専念し、1000人ボーカルを入れ4人編成に行こう。セルフタイトルのフィフスアルバム、エキサイターで、新規一点を図るが不発に終わり、アランが脱退してしまう。残されたダンは、活動をしばらく休止する。1991年、 新たなメンバー編成で活動を再開し、翌1992年にはジョンが復帰、シックススアルバムキルアフターキルを発表した。トリオ編成の原点に回帰した触れ込みであったが、当時はクランジやオルタナティブロックの最中であり、結果はかんばしくなかった。翌年にダンが脱退し、今度はジョン一人が残される。百九十六年、ジョンはバンドを再編し、 再び4人編成に移行する。以降、11th スアルバム、デスマシン2010年まで同体制を継続した。2013年、トゥルースラッシュフェスト2013にて初来日公演。創設者ジョン・リッチ2018年2014年、ジョンはバンドを解消し、業界からの引退をほのめかす。この件をきっかけに創設メンバー団とアランが復帰し、トリオ編成が復活。 約30年ぶりにオリジナルラインナップのライブ活動を再開した。翌2015年、トゥルースラッシュフェスト2015にて早くも来日公演が実現。2017年、新作に向けての制作を公表し、翌2018年に新アルバムのリリースを構想していたが、同年にジョンが脱退し、延期となる。公認にダニエル・ディケイが加入。2019年、 ライブイベント、ジャパニーズアサルドフェスト19の出演にて、来日予定。1980年代初頭、まだ、スラッシュメタル等が確立されてない時代から、アグレッシブなスピードメタルを展開していた。創設メンバージョン・リッチ不在の頃は、メロディックメタルな方向に接近した時期もあったが、ジョン復帰後は原点に回帰。スラッシュメタルと遜色ないサウンドを奏でている。またオリジナルでは、 ドラマーのダン・ビーラーがリードボーカルを兼任する得意な編成を敷いている。途中から2000年代の長い期間まで1000人ボーカルを置いていたが、ダンが復帰してからオリジナルスタイルが復活した。2019年10月時点。ありがとうございます。